皆さんおを、おきげんよう。鹿丸さんとのコラボの成り行きとか、やった感想とか、それに対していただいたコメントとか、触れてきますえ。まずコラボするにあたって、まあ、僕のから彼にリップしたんですよね。まあ、それがきっかけで、まあ、やり取りするようになって、まあ、メールで話していて、鹿丸さんの方から、まあ、コラボしませんかって言われました。で、まあ、動画でも言ってたように、あの方、IT の専門家なんで、あの非常に。 あのコラボまでのその物理的な意味での,その機械的な段取りが良かったですね。ズームとか使い慣れてるししかも動画を撮ってそれを録画してなんか区切ってタイトルつけて僕の方にくれたりとかして僕があのできない作業をまあちゃちゃっとできる方ですよね。まあ自分でね言ってたように IT でなんか事業やってそれで成形立てていたっていうぐらいだからね。 すごいなんか IT とかその強いなと思いましたパソコンとかにであの正直あの生活保護の方といろいろそのやり取りは結構してるんですよねでまあ正直な気持ちを言うと生活保護の方々っていうのは悪い意味であの変わってる人が多いです、まあ、お前もだろうって言われそうだけどまああくまでもこれは僕の感覚気持ちなんでで鹿丸さんはねあのよく分かんなかった 鹿丸さんがあの生活保護受給者なのか、それとも生活保護受給していたけど、今はもうまた事業とかを立ち上げて、なんか活動してる人なのか、よくわかんなかった。どういう立ち位置、立場の人なのか、よくわかんなかったです。なんか、うん、ちょっと生活保護を俯瞰してるような感じもしたから、わかんなかったんですよね。あと、質問箱とか、YouTube 発信とか、 すごいきちんとしてるじゃないですか、あの人は。で、いろんな人のその生活保護、受給者の発信とか、Twitter、YouTube の配信とかは見ますけど、鹿丸さんがそのきっちり、きっちりとした、カチッとしたのが強いから、なんかね、もう生活保護を受けて、で、そこからもう上がってしまって、なんか、 その専門家とかなんかユーチューバーとか個人の時代でなんか生きている人なのかなとか分かんなかったんですよ、本当に。でもまあ話していくうちにその生活保護受給者であり、しかも ADHD とかなんか違うね、精神病も携えている方っていうのが分かりました。でも、なんか冷静っていうかさ、なんか知的な感じがしますね。で、一言でさその生活保護受給者って言っても、まあ、 当たり前だだけけ人人間だからい、まあ、いろんな人がいるわけですよねでもまあ僕がその見てきた人見てる人っていうのは、まあ、Twitter とか YouTube とかで見てる人とかはまあ皆さん、まあ、精神病を携えてる人とかがまあ8割ぐらいって印象なんですよね。それがねなんか悪いとか別になんかバカにするとかそういう気持ちは全くないんですけどでなんだろうねその俺はその生活を 自給者と労働者、まあ、労働者じゃなくても生活保護をまあ普通の人はもう受けてないよね受けずにその生きている人仕事してる働いてる人お互いねその尊重し合えればいいよねって思うんですよねでもよくあるのが、まあ、生活保護をもらってる人に対してなんか働かないで俺たちの税金で生活しやがってっていうねその労働者とか まあ普通に働いてる人がいたりとか、まあ、生活保護受給者はその生活保護受給者で生活保護は社会のバグだこんなおいしい話はねえなんか労働なんて和コンだよねとかサラリーマンなんて会社の奴隷だよねとかパタルクなんて国に洗脳されてるよねとかいう人もいるじゃないですかそれよくないよねって思うんだよね別に言う分にはいいし俺がさ別にそういうふうに発信してる人たちにさ対処しようとか全く思わないけど 俺個人はそ,のそういうの良くないよねって思うんだよねなんか自国の住民みたいになってるじゃないですか <laughs> まあそんな人の方が少ないと思うんだけどで鹿丸さんはまあ割と冷静だよね冷静な人だしちなみに年齢聞くの忘れてました何歳ぐらいなんだろうねまあ別に何歳でもいいんだけどでそうそうコメントが2つ来たんだで1人はあの 生活保護受給者かななんか17万円であの労働するっていうのは私はノーです。それなら生活保護暮らしの方がいいです <laughs> って言った人いるね。やっぱ生活保護の方がまあいろんな意味でねその恩恵を受けれるしまあ自分の幸福度が高いと思ってるんでしょうね。17万もらうってことはまあ給料は20万とかそんぐらいじゃないですか。でそんだけあの 酷使するのは嫌だだ思うんだよね体とかいろ、うん、んな神経とかをねまあそういう人もいたってことでそれはなんか、うん、いいとか悪いとかじゃないですねでもう一人が鹿丸さんが10万ウクライナにあの募金したことに対してあの自分は、ね、100万の借金が案にもかかわらずあの先にねあのウクライナの方に10万、まあ、募金したじゃないですかそれに対して 鹿丸、まあ、さんは、まあ、俺はね、まあ、順番が違うんじゃないのとか、まあ、正直思うよ。思うけど、もうしちゃったし、別に、ね、彼のお金だし、彼の自由だから、別に咎めたり否定はしないけど、でもまあ、まあ、自分は、まあ、そういう、なんか、衝動に駆られた、ね、そういう、なんか、思いがあって、そうしたんですよ、って言って、ああ、そうですか、としかに言えないじゃないですか、俺は。で、で、ね、今あるじゃん、100万は、 どうするんですかって聞いたんですよね、借金。で、生活保護受給中に分割で返してる気配はなく放置してるんだろうね。で、生活保護いつか抜けるわけじゃないですか。で、膨らむじゃないですか、その借金は。で、まあ、最悪ね、まあ今はうん、どっちでもいいわって思ってるっていうんですよね、やばい踏み倒すか返すか、半々かなみたいな。で、最悪踏み倒すとしたら、生活保護を抜ける、まあ、ちょい手前に。 まあ弁護士ね無料で動いてくれるから自給中はまあ踏み倒す自己破産で踏み倒すってことなんだろうけどまあそれに対してあのそんな人間は僕は信用できませんそんな人間が生活保護を抜けたところで結局人やね社会に信用されないからまた生活保護に戻ってくるでしょうみたいな <laughs> 生活保護が慣れの果てでしょうみたいな感じのコメントをもらったんですよねまあ確かにね。 そそれはそれはででななんんか一理あるなと思うんですよねやっぱね、うん。まあでも、鹿丸さんの場合は、でも、騙されたわけじゃん。その、借金が。まあ、被害者なわけじゃないですか。まあ、自己責任ってね、厳しい方しちゃえばそうかもしんないけど、でも、持病をね、抱えている。で、騙された。で、それを自己破産で踏み倒すっていうのは、そんなに悪いことじゃないと僕は思うんですよね。ただ、 鹿丸さんの、まあ、話し方とか態度とか行動とかを見て、まあ、その人はそう思ったんだろうね。まあ、俺はまあ、まあうん、まあ募金はね違和感あるけどもう言ってもしょうがないからねまあそんな感じです。まあこのコラボをしたことによって、まあ、僕は別に自分が生活保護受けたいとか,あのなんか、うん、働くのが嫌だとかそうは思ってなくて。 生活保護はあの自分が YouTube 始めた時から扱っていたんですよね。でやっぱ興味があった関心があったってことであとまあ自殺とかそういうのも扱ってるんでまあ簡単に言うとねその自殺だのうつだのなんかねあのあと犯罪とか行く人が生活保護先に行ってればまあらればの話だけどねそ,のそっちにはね行かなかった生活保護がセーフティーネットとして。 引っかかって、あの、まだ、真っ当に暮らせたならば、そっちの方がいいよねっていう考え方なんですよね。まあ、そういう感じで終わります。これがまあ、コラボお置いての感想でございます。ではどうもありがとうございました。